だから離れてみろって言ってんだろ。旦那様、ねえ旦那様、なんだよその格好。夏休みに一緒に海に行こう旦那様。誰がお前なんかと行くかとか言いながら旦那様、この間私の夢見てたでしょ。お前の夢夢で見るってことは結構いい感じってことかな、なんて初夢見られ。うるせえ、夢の言葉で責任取れるか。初見すぎで投げられ。一緒にいられて幸せ、叱られちゃうのも好き好き、笑顔がないのも素敵よ、私の願いを叶えて。しましょ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 。甘いわね。見てなさい、水着の魅力ってのはね、こういうものよ。この魅力で私はこの夏岩城くんと素敵な恋をして白雪姫になってみせるわ。白雪姫、王子様のキスで奇跡の力をもらって素敵な王女様になった白雪姫。あれと同じように恋はキスをして初めて一丁前。そして夏休みといえばラブチャンス、私も岩城くんを海に誘って大人の魅力で落としてあげる。悪いけどリゼルちゃん、あなたに勝ち目は。あ、あ、私すごい。やだ、私ったら。よーし、私も旦那様の海で頑張るぞ。あー、葵ちゃん。わ、なになに、いきなり。葵ちゃんも頑張ろうね。頑張るって何を？夏休み。例えば旦那様と海岸で。旦那様。リゼル。それとか旦那様と民宿で。旦那様。リゼル。とかとか旦那様と海の家で。旦那様。リゼル。中3の夏ともなれば好きな人とキスだよね。夏休みが最後のチャンスかもしれないし。葵ちゃんもいるの？旦那様。いるわけないじゃない。いいなって思う人はいるけど。なんて名前の人？え、いいよ教えて、私手伝う。え、葵ちゃん今までいろいろしてくれたもん。だから代わりにラブレター書いてあげる。リゼルちゃん。で、なんて名前？絶対誰にも言わないでね。うん、あのね、A 組の鳳凰院龍之介くん。はぁ、言っちゃった。 A 組の知らないなぁ。嘘、結構有名だよ、かっこいいし。龍之介くんなら知ってるけど。いたっけ、そんな子。とにかく龍之介くんだね。うん、そっか。
なたは私の心の光ですっと。しょうがねえな。冗談なのか。だとすれば真面目に返すのは不粋というもの。何かな。これを渡してほしいの。これは、ラブレッタ。それじゃあよろしくね。そうか、ついに決心してくれたものの、恥ずかしくてこんな可愛い手段を。なんてけなげでいじらしいんだ。愛しの乙女、この感動が冷めないうちに君の手紙を読ませてもらうよ。そんな、かっこいい。どうしよう、どうしよう、うまくいっちゃった。旦那様、今法院がなんか手紙握りしめて真っ赤になって倒れてたぞ。本当やったね。あとは次の日曜日二人で初デートして、それからいろいろあってだんだん盛り上がって夏休みには。やはだ、早いよそんなの。まだ中学生なんだから。図書館で見た本には中学生で B まで行った子が 97% だって。嘘、 B って何よ、 B って。A が熱い口づけだから B は分厚い口づけ。いやー、激しすぎー。 B が分厚いよね。なんで朝っぱらからやけにご機嫌じゃねえか。だって今日は葵ちゃんデートの日なんだもん。どこまで行くのかなと思って。初めてでみんな行くかよ。 B かな、 C かな。あれ、 C ってなんだろう。超分厚い口づけ。それよりお前と鳳凰院のことをあいつ知ってんのか。もうこんな時間。ねえ旦那様、葵ちゃんのデートがうまくいったらご褒美にキスして。なんだそりゃ。だって頑張った女の子には王子様はミラクルなキスをくれるんだよ。ほら、ふざけんな。行ってきます。葵ちゃんかわいい。あれならバッチリだね。ね、龍之介くん。やあ、聖本さん。 今日は偶然だね、君もデート。僕もリゼルさんとデートなんだ。冗談が好きだね、相変わらず。この人が龍之介くんなんだけど。さあ、愛しの乙女、二人で今日という日を楽しく過ごそうじゃないか。愛しの乙女、私は葵ちゃんが心配で見に来ただけで。お茶目さん、こうして君は熱い恋文を僕にくれたじゃないか。あの、じゃなくてこれは葵ちゃんから龍之介くんにって。待ってまえ。僕の心にいるのは君だけだ。いや、私は全然そんなこと考えてないし。だが君は僕の家にも来てくれたし、僕のコレクションも褒めてくれた。あの至福の時間を僕は決して忘れないよ。どういうこと、リゼルちゃん。どういうって、龍之介くんとそんなことしてたの。あの、じゃなくて、そうなんだけど。どうして言ってくれなかったの。なんていうか、嫌い。リゼルちゃんなんか大嫌い。待って、葵ちゃん、待ってたら葵ちゃん。龍之介くん、やっと覚えてもらえて嬉しいよ。葵ちゃん本当の本当に龍之介くんのことが好きなんだよ。いつも元気で男の子より強いぐらいの葵ちゃんが龍之介くんのことになるとドキドキして足が震えちゃうくらいすごく好きなんだよ。
しいって気持ちがあるのに何もしてもらえないって多分すごく悲しいと思うの。だから葵ちゃんと付き合ってあげて。今の言葉そのまま君にお返しするよ。僕の君への思いもそれと同じなんだ。でも私には旦那様がいるから。だから僕も清本さんとはお付き合いできない。でも、だったら私はどうすればいいの？みんなが嬉しいのがいいのに、それはダメなの？だったら。パパ ABC、探し物があるの。飛行機出して。幻のクマさんパンツと呼ばれている41プリンセスを僕のところへ持ってきてくれたら、清本さんとのことは考えよう。本当？僕は嘘はつかない。持ってくる、絶対。41ズプリンセス、無理だ。どうして？41ズプリンセスは幻という名にふさわしいクマさんパンツ。かつてイギリスの登山家ストーンブラックがチョモランマの山頂付近で発見し、せっかく拾ったものをうっかり落として以来その行方は分からなくなっている。見つけたものにその所有権を譲るという遺言を残して彼は亡くなったが、あまたの登山家が捜索に努めても未だに発見されていない。ごめん葵ちゃん、見つけられなかったよ。頼っといて、あんな風に怒った私がいけなかった。私ダメでも勇気を出して自分で頑張ってみるよ。葵ちゃん、とりあえずもう少し眠りなさい。よくやるぜ。友達のためだからってちょっと見直したぜ。キスした。ご褒美のキス。やめろ、何がご褒美のキスだ。バーやー、ご褒美しつこいぞてめえ。キスキス、いい加減にしろ。キスなんかするか。キスか。暮らしてしばらく経つけどどうかって、あいつはあいつなりに一生懸命みたいだからそこだけは褒めてやるけど、だからってあいつとの結婚を俺は認めたわけじゃないからさ。ああまた俺、あんたたちも暇だね。なに、リゼルと暮らしてしばらく経つけどどうかって、うん、そうだな、相変わらず迷惑は大迷惑なんだけど、そのなんだ、あいつはあいつなりに一生懸命みたいだからそこだけは褒めてやるけど、まあちょっと勘違い入ってるけどな、だからってあいつとの結婚を俺は認めたわけじゃないからさ、そこんとこは勘違いしないでおいておくれよな。